どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、青森県三沢市にありますグリル大宮さんに来ています。はい、で、ここにはですね、激辛カレーが楽しめるということで、やっていくんですけれども、今回は、ね、辛さレベルが選びます。全部でですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10段階ですね、に甘口から普通、そこからですね、今回ですね、レベル150のスペシャル3というね、激辛カレーに挑戦していきたいなと思います。でね、一応ね、これ使ってる唐辛子が、モルガンスコーピオンっていうね、超激辛唐辛子で知られる、モルガンスコーピオン、そして海塩ペーパーでこの辛みを出したりと、あとまあカレーですからね、いろんなこう香辛料を使って出していると思うので、ね、今日はこれに挑戦していきたいと思います。それでは行った人の感想を見ていきましょう。久しぶりにグリル大宮のカレー、辛さの度合い忘れちゃったかビビって特急過去20倍にしたけどまだまだ大丈夫と、ということでね、まあ、やっぱね、この辛さレベルに合わせて、いくんですけどね、モルガンスコーピオンで激辛唐辛子使ってますからね、まあ、辛いの苦手だよっていう方はね、まあ、それに合わせて小辛とか中辛ありますので、ね、徐々に辛さレベルを上げていってはいかがでしょうか。それではお待ちしましょう。いただきます。さあ、チキンカツカレーレベル150、お手並み拝見です。こんにちは。さあ、いきましょう。まずルーからいきましょうかね。いただきます。ああ、刺激的な、口の中がガンと刺激するような衝撃がありますけど、すごい美味しい。モルガンスコーピオンの辛みが強烈ですけど、ちゃんと美味しいね、ちゃんと美味しい。じゃあ続いてちょっとこっちのカツいってみましょうか。カツ、サクサクで美味しいな。結構辛いね。うわー、すごい、結構辛いね。ちょっとご飯と絡めて、ごめん。スパイスはね、約30種類以上使ってっていうことなんで、もうね、スパイスはもう体にいいですかね。いろんな効能があって、スーパーで買えるような漢方薬みたいなもんだからね。もう食欲爆上がりですけど、体が温まってまいりました。さすが人気メニューだけだった。美味しいですね。うま辛い。これ結構辛い唐辛子、モルガンスコーピオン使ってるんですけど、ね、聞いた話によるとね、もともとカレーはね、このカレーというメニューはもともとまかないで出しちゃったそうで、で、まあちょっとね、それに人気がついて、いつの間にかこの主力メニューになったそうですけど、
イスの力、全身から汗が燃えたぎる。このまま畳みかけるぞ。とどめ刺します。それでは辛さレベルの発表していきましょう、グリル大宮さんの、チキンカツカレーレベル150、辛さレベルじゃんじゃん、辛さレベル6です。はい、6になります。モルガスコーピオというね、超激辛唐辛子を使用している、カレーだけあってね、非常に辛さのパンチの効いたメニューでした。旨味も感じれて、僕にとって、ちょうどいい辛さかなと、激辛好きにとってはね、ちょうどいい辛さぐらいかなと思います。約30種類のこうスパイスをこう、ね、入念に作ってますから、非常に美味しく、感じました。あのなんかカツカレーはね、一番人気のメニューでして、一応ねこのカツに関してもね、注文を受けてから、揚げてるんでね、本当に揚げたてサクサクの、カツが非常に美味しく食べれたと思います。とはいえ結構この辺が熱くなるんでね、一応これ食べ終わった後とかね、こう牛乳とかで飲んで、胃腸のケアをして、挑戦する方がいいかなと思います。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ、Twitter 等々更新してますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。